統合文学賞大賞日野洋蔵殿、株式会社統合日報社代表取締役社長脇田正之、おめでとうございます。これから先もですね、日野さんのですね、ならではの着眼点でこの青森県にですね、埋もれている人や文化、いろんなその芸能も含めてですね、いろんなその新しい点を発掘してですね、新しい作品をですね、描いていただきたいというふうに思っております。本当に献筆を振るっていただきたいと思ってますので、よろしくお願いします。おめでとうございます。日野さんがお書きになったものっていうのは、私の考えで言えば大衆文学というか中間小説の方 で、その中間小説っていうのは実は本当は大変重要なんだということなんですね。ポイントは特にそういうふうに言えるのは2つ。1人は司馬太郎ですね。もう1人石坂洋次郎っていうのもすごいんですよね。今回の小説のことを司馬風にちゃんと言っちゃうと、ある一つのことを正確に把握するためには高度を上げていかなくちゃいけないんですよね。見る目を弘前とか青森とか何かを見てるカメラのレンズ目が焦点がこう上がっていくわけです。それで日本海全体を見渡す、それから中国のことも見渡す、ユーラシア大陸全部を見る、地球儀全部見るっていう風な感じのこと、そういう風にして見ていて初めてその疾患に進むの良さが分かるんだ。それはやっぱり大変評価しなくちゃいけないだけじゃなくて、おいこれもこれ以上のもの書かなきゃもう許さないからなっていうような世界になっちゃうわけですよ。絶対にやってもらわなくちゃいけない、本当にそう思います。この年齢で書き始めていいのかなっていうのが少しありました。で、私去年に高齢者の仲間入りをしたんですけども、でその時に思ったことは、何か作品を作りたいなっていうことでありました。私の家から1キロぐらい離れたところに、松山嗣道さんという非常に芸術性の高い、すごく気さくなおじさんなんですけど、私とほとんど同じ年齢の、非常に芸術性高い作品を作る、津軽民の主さんがいて、教えてもらえることになって一昨年の4月から通い始めました。ところが8ヶ月で松山嗣道さんは亡くなってしまいました。で、私津軽塗り始めた時からどうして津軽塗りができたんだろうとかいろいろ調べてたもんですから、ぜひそれを、彼に対する追悼の意味も含めて1年以内にとにかくまとめたいなと思ってまとめ上げて応募させていただいた次第です。青森県にはいろいろ掘り起こしたい歴史がたくさんありますから、今後も書きつないでいきたいと思っております。3、2、1、はい。田んぼだとか、田んぼあったとか、あれだとか、もう賞あげたりなんかしてんだけど、